皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。アインシュタイン・カワイ・ユズル、空港でのハプニングを解雇、お前は一体、何者なんだってナダが別室に。インタビュー。今年結成10周年を迎えたカワイ・ユズル、稲田直樹によるお笑いコンビアインシュタイン。現在、結成10周年10家とこのツアーを開催中だ。 今回、映画鑑賞が趣味で韓国好きの河合に1 2にまつわる韓流作品を10作品プレゼンし、その中から映画アラにもすがる獣たちを本人がセレクトし、レコメンドしてくれた。作品の見どころだけでなく、韓国にまつわる思い出や全国ツアーについても話を聞いた。自分もそういう行動してしまうんじゃないかって共感で来たんです。映画アラにもすがる獣たちは、 ソネケ介スケによる同名の犯罪小説が原作。10億ウォンの大金をめぐり、欲望をむき出しにした人々が、激しくぶつかり合う様を描いている。この作品を選んだ理由を可愛に尋ねると、韓国のある人間の悪意や差別、暴力的な部分や闇社会を題材としたものなどを指すは、ほんまにとことん怖い殺人鬼とか出てきますが、あの雰囲気が結構好きで、作品を見てみたら、 あんな大金を手に入れたら自分もそういう行動に陥ってしまうんじゃないかっていう人物描写もどこか共感できたんですよねと語る。また、アルバイトで生計を立てているジュンマ万ンペソンは、僕も母子家庭でお金にも苦労していたから境遇がすごく重なった。僕もバイト先で大金が入っているバッグを見つけたら隠すんちゃうか 3CJP とかうっすら思いながら見ましたとレコメンド。 バッグにサラダチキン6パックと豆腐6丁 3CJP 稲田は連れて行かれました。韓国好きを公言している河合に、韓国にまつわる思い出を尋ねると、昔、秋縄牛と我々アインシュタインで、韓国でライブをやったんです。その時、空港の出入国管理で稲田だけ止められまして、絵に。あいつ、当時ダイエット企画をやっていて、バッグにサラダチキン6パックと豆腐6丁入っていて、 これは何だお前は一体何者なんだって職員さんに止められるっていう笑み。別室に連れて行かれて、ようやく出てきたと思ったらやっぱり見た目で止められんやな、3CJP みたいなことぼやいてましたというエピソードを披露。さらに当時、観光地的な場所も行ったりはしたんですけど、僕はやっぱりご飯。韓国に行ったのはコロナ禍前なんで、街が24時間稼働しているイメージがあって、 僕にとっての韓国は派手なネオンがいっぱいあって元気なイメージなんですと語る。僕、飲み屋街のガヤガヤしている感じが好きで 3CJP と街の雰囲気やお気に入りの韓国料理についても目を輝かせながら話していた。現在開催中のアインシュタイン結成10周年10気所オツアーについて現状で印象に残っている公演について尋ねると新潟ですかね。新潟で単独ライブをやらせていただくのは初めてで すごく楽しみにしていたんですが、北陸や東北はちょっと静かなお客さんが多いというイメージがあったんです。でも、初っ端から大拍手で迎えてもらえて、本当に元気なお客さんたちで、一本目から楽しく漫才させていただいてと穏やかに話し始めた可愛い。だが、もうあとちょっとで落ちるという手前で、稲田の差し場がポカランと飛んでいって、エミとまさかの展開を話し出し、スタッフ一同大爆笑。 横パッと見たらハー、は、は、さん、c、j、p、は、は、さん、c、j、p、って2回言うてましたわ。もう、年寄りと漫才してるみたいな、エミ。僕の歯が飛んだわけやないのに、めっちゃ恥ずかしかったです。ほんまに。とさすがの話術で爆笑エピソードを披露してくれた。でも、お客さんが引くことなく笑ってくださったんです。その後も、5本から6本ネタがあったんで、新潟が最悪な思い出にならないでよかったのは、 本当にお客さんのおかげですと、ファンへの感謝も忘れない。最後に、アインシュタインとしての今後の目標を尋ねると、状況が日々変わりつつあるように、目標もちょっとずつ変わりつつあると思うんですが、やっぱりテレビに出させてもらえるなら、出続けたいです。一方で、劇場にも立っていたいですねという。シンプルにやっぱり漫才が好きですかという問いかけに、はい。お客さんに見てもらってる時が一番楽しいですし。 小さいお子さんが笑ってたり、僕らのこと知らないだろうなっていう年配の方が手を叩いて笑ってくれるのがちらっと見えたりすると本当に嬉しいんです。この楽しさや嬉しさは何回劇場に立っても変わらないですね。アインシュタインが出てるなら劇場に見に行きたいなと思ってもらえる芸人になりたいですと笑顔で熱い思いを話してくれた。今回の内容ここまで終わりました。 あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。